東京高裁はですね、はい、昨年8月の衆院選の一票の格差で3例目の立憲判決を出しましたので、その受け止めと今後の、対応というか、やり方について、これは一票の格差の問題というのは、これ民主主義の根幹に関わる問題ですので、この間、こういう判決が続いています、でこれやっぱり国会としてしっかり受け止めて、是正の努力を図るべきだと。というふうに思います。で今回の判決で言えばこれは衆議院の選挙に関わる判決ですから、やっぱり小選挙区制というですね、制度の問題でもあるというふうに思ってますし、そういう意味では我々は民意を反映する比例代表制度をやはり選挙の中心に据えていくというふうに以前から主張してまいりましたけれども、ぜひそういう方向で選挙制度の見直しをやるべきだというふうに思います。で、こういう中で民主党は比例代表の定数を削減するっていうのを選挙のマニフェストにも、掲げたわけですけれども、それはまさにこういう意味ではその一票の格差の是正に逆行することになりますので、この比例代表定数削減の動きについてはこれは我々は厳しく反対をしていきたい、というふうに思っています。この点で一致する人たちと力を合わせて頑張っていくというふうにしたいと思っています。JR の不採用問題で与党と公明党の間で解決案に取りまとめが進んでいるようなんですけれども、これに対する見解と党の立場を話しています。共産党としては議員団としてもこの間国交省に対してこの問題の解決を図るように申し入れを行ってきました。でこれやっぱり人道的にも一刻も早い解決が求められる問題で、やっぱり政治の決断が必要だという立場です。でそういう点でいうと、こういう動きを我々としても見守って、で我々としてもそのしっかりものを言っていくようにしたいというふうに思ってますし、やはり政治の決断で解決するという方向に進むように共産党としても力尽くしたいというふうに思っています。報道されている中身については直接こう説明を受けているわけでないんで、そのことについてちょっとコメントはできませんけど、やはりそのいずれにしても政治的な解決を求めてい、くという姿勢にこれまでもでこれからも変わりありません。ちょっと国会の辺りになるかもしれないですが、石川議員が週刊誌を大々的に出てるんですけど、私もあれ読みましたけど、やっぱりああいうふうに週刊誌でインタビューに応じるんじゃなくて、石川さんについて言えば一度もこう公的な場で国会の場で お話になっていないわけですから、やっぱりきちっと国会で話すっていうのが国会議員としての責務だと、最近その責務を忘れてる人が本当に多いんじゃないかなというふうに思っていて、小沢さんは全国遊説でご説明をすると、だったら国会でしゃべればいいじゃないかと、谷垣総裁は街頭演説で訴えると、なんで国会でやらないのかと、国会議員はちゃんと国会の場で仕事をしていただきたいと、国民に対して説明責任を果たしていただきたいというふうに思います。その感じは自民党が依然として国会の方には出てきていない状況を受け、改めてちょっと一言ご見解を。やっぱりあれは国会というのは しっかり審議をして問題点を明らかにするという場であって、やっぱり国民から見てもやはりその理解されないというふうに思いますし、私たちとしてはきちっと国会の場に出て、で疑惑の追及ももちろんですけれども、今国政をめぐっていろんな問題あるわけだし、暮らしも経済も大変深刻なわけだから、そういった問題を国会の場で議論していくという立場でやりたいというふうに思いますし、ああいうやり方では国民の理解は得られないのではないかと思いますし、政党としての責任も果たせないんじゃないかなというふうに思います。オリンピックの女子フィギュア浅田選手にですけど、このように見てまたフリーに向けて何かコメントありますか。
あんまりこう政治家がコメントする話もないと思うんだけど、まあ、たまたま僕はあの浅田さんの見てたんで、あの思わず拍手をしましたけど、素晴らしかったなと、まあ、ああいう大一番で、きちんと仕事ができるっていうことは私もしっかり見習いたいなというふうに思います。ぜひフリーで頑張って、より上のメダルを目指して頑張ってほしいなと、一国民として心から応援をしたいというふうに思います。石井はじめさんの発言。ああ、チベット、ああ、まあ、言葉が軽すぎますよね。やっぱりその政治家としてのやっぱり国民を代表する国会議員としての立場っていうと、やっぱりしっかり考えて発言しないといけないんじゃないかなというふうに思います。まあ、あの比例代表選出の議員でもあるわけで、全国民から選出されているという議員として、やはりあまりに軽率な発言ではないかなというふうに思います。まだ改めてというか、夫婦別姓の法案、まだ表にはきちんと出てきてないんですけども、そうです、まあ、メニューに乗りそうな患者さん、共産党さんとしての見解をちょっと、これはもちろん我々選択的夫婦あの別姓あの推進する立場ですし、これはもう大方その 法律関係者も含めてね、法制審なんかも含めて結論はもうすでに出ている問題で、あとは政治の仕事だというふうに思いますので、やはり一刻も早く実現をすべきことではないかなと。国会の中でも超党派でね、やはり推進してきたわけですから、これはあのためらう理由は何一つないというふうに思います。ぜひ我々も推進する立場で頑張りたいと思います。家族制度が崩れるという自民党のある一部の考え方があるんですけど、そういうものじゃないですか。いや、そういうものではないです。家族制度っていうのがそういうなんていうか古いしきたりによって維持されてるっていう考え方自体がもうすでに時代遅れであるというふうに思います。あのここやっぱり憲法にもあるように個々人の独立した人格がやはり構成するということがやっぱり基本にあって、でそれがしっかりその家族としての夫婦としての愛情で結ばれるっていうのが家族の在り方なわけで、なんかそれをその古い仕組み中体のようなもので結びつけるっていう考え方自体が、まあ、国際的にも通用しないし、歴史から見ても遅れた考え方じゃないかなというふうに思います。だ自民党の中だって実際別姓でやってる人いるわけですよね大変矛盾してるんじゃないかなと思いますけど、まあ、あるいはそう不倫を助長するみたいな、まあ、それとこれとは全く関係のない話であるというふうに思います。よくよく聞くと民主党さんの中にもですね、比較的保守的な人なんかはそんな人もいないんですね。まあそうですね、まあ、外国人参政権の問題も含めて民主党の中は、まあ、そういう意味では本当にあらゆる考え方の人たちがいますから、いろんな意見があるんだと思いますけど、ありがとうございました。